はい、どうも、あの日の少年です。ってことでね、今回やっていきますゲームはですね、幽霊ステーションっていうゲームなんですけど、まあ、このゲームね、何がすごいかって、これを作った方が、まあ、海外の方なんですけど、この海外の方が日本を舞台にしたホラーゲームを2日で作ったらしいんですよね。そのゲームはこちらの幽霊ステーションなんですけど、まあ、こちら日本語にも対応してるということなのでね、早速やってみたいと思います。ってことで、ニャンガ、オッケー！はい、ということで、ああ、確かに。ん？誰かが私の声を聞く前に、今朝、夜明け前に家を出た。あ、家出したってことこれ。今朝夜明け前に。ほう。両親を起こさないように気をつけなければならなかった。この空の列車がどこに向かうのか誰が知っているのだろう。ただ、私ができることは、目の前に広がる景色を見ることだけ。そうだね。電車の中でやることないもんな。夢を見ているのだろうか。確かにこの幻想的な空間はただ夢を見ていると錯覚せざるを得ないな。おお、ユーレイステーション始まりましたね。え、結構怖いホラーゲームなのかな。あ、これはこの子が主人公か。電車の揺れが私を癒してくれる。頭をはっきりさせようとした。これあれかな？なんか、家族間で困って家出したみたいな。反抗期ならではのあれかな？しかし突然私は緊張した。何かを感じた。え？急に？それは近づいて目に見えない。重い息を首にした。動く勇気がない。え？何？どういうこと？メッセージが来た。え？メッセージ？ちょっと待って、ここで視線もちょっとずらせる。こっちに。これ調べられない。あ、この電車が止まらないように感じた。夜が終わらないように。なんか例えがすごいな。知的だな、すごい。何か月も暗闇に中を閉じ込められてきたような。ん？何か月も暗闇に中に閉じ込められてきたのように。どういうことだ？海外が作った方ですからね。多少ちょっと片言みたいな感じにはなるかもな。携帯電話か。こいつ iPhone 使ってやがるぜ。指紋認証で。なんか、あ！あ！これはなんだ？このホームが。彼氏かこれ。お父さんかな？いや、彼氏だな。こいつ一丁前に彼氏やがるぜ。これは？ん？あなたを見ている。はい？あなたを見ている。うわ。電車。電車めっちゃ書いてる。うわ。なにこれ。繰り返す言葉。電車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 。4時44。電車電車。最初私はそれが悪い冗談か何かだと思った。この時間の駅は閉鎖されているから。普段は気にしのだけど、気にしのだけれど、今日はそれが気になった。もしかしたら。今朝早く私は、空の駅にこっそりと忍び込んだ。うん。え？じゃあ今乗ってるこの電車って何？電車は私を待っていた。電車が私を待っていたんだ。私が電車を待っていたんじゃなくて。はぁ。なるほどね。じゃあこの電車が怪しいと思いながらも、彼女は飛び込んだみたいなことなのかな？助けてって書いてありますね。誰かが助けを求めています。え？助けてという文章を読んで私は息を呑んだ。彼が書いたと分かったから。彼ってホーム街にいた子かな？え？この子だよね、彼って。思い当たる人これしかいないぞ。パパじゃなさそうだもん。あなた見てる電車。お腹書いてるいっぱい。数週間前に受け取った最初のメッセージだった。これが？これがスマホの技術的な問題だと思ったけど、直後にニュースを聞いた。あ、もしかしてさ、あれかな？彼氏が行方不明になって、その行方不明になった日にこれが、彼氏宛で送られてきて、それで彼氏を探す旅に出たみたいな話だったりするかな？どうなんでしょう？とりあえずさ、
他のところ、あ、なるほど、止まる駅とかも見られたりするのか。はいはい、いっぱいありますね。あ、またなんかメール来たな。ん？なんだ今度は。あ、待っているよ。とりあえず、こっちは何か調べられないか。なんか海の、あれだね。なんか生き物が多いね。魚、カニ。オタマジャクシでしょこれ多分。で、そんなことねえわ。海の生き物以外にもいるわ。これ海の生き物じゃねえもん。陸だもんな。はぁ。これ止まる駅とか指定できない。あ、でも、なんか、お？なにこれ？あ、いっぱい。ダメだ、意味がないね。間違ったかもしれない。はい？間違ったかもしれない。ようわからんな。とりあえずこの、携帯でさっき送られてきたメッセージの見ますか。待っているよしか読めない。待っているよとは何なんですかね。あなたを見ている。あ、よく見たらさ、このメッセージさ、マーク書いてるわ。神社マークと、この、バームクーヘン半分に切ったようなやつのマークと、三角と半月があります。これの通りにやればいいのか？神社と、ここと、三角と半月。ここかな？やった！交差した線が一つの駅を横切る。あ、じゃあ目的地この交差した場所ってことか。おかしい。そこだけ名前がない。ほーん。そもそも駅なのか。え？なんか着いたっぽいぞ。ん？いいのかこれ。大丈夫か？これ大丈夫か？行きって何？行きの行き違くね？行動のこうじゃない。生死をさまようの息だ。これ押すとどうなる？こっちか。ああ。なるほど。降りることをためらった。外で何が待っているかわからないか。え、でもそんな怖さないけどね。なんか、祭りの雰囲気あるし、そんなに怖いって感じはしないけど。いや、動きがなあ。あ、でも怖いわ。どんなに頑張っても看板が読めない。塗料をよく見て。それはこの村がずっと前に捨てられたのだと思わせる。村が捨てられただって。穏やかじゃないね。とりあえずここら辺。このさ、なんていうの？提灯？これは祭りの雰囲気を漂わせるけど。それたら裏腹に静かすぎるんだよな、街が。いくつかの提灯が埃かぶってぼんやりと光ってる。小さな村の祭りでいつも遊んでいたのを思い出すする。そうだね。古い通りの群衆、遠い笑い声。今はないけどね。流れ出る思いを奥にしまい込んだ。この女の子は何しに来たんだろう？やっぱ彼氏を探しに来たのかな？このニコちゃんマークは何？とりあえず進んでみますか。誰かが住んでるって感じもしねえしな。明らかに異界に迷い込んでる。なんか、車って感じしか読めないけど、なんか書いてますね。暖かい空気を泡立てながら私の前にぼんやりとした形をしている。ん？私の手をかすめたり、ぼやけた頭は窓越しに浮かべてみたりしてる。え？いるじゃんもう。私は震える。いやでもあの電車に戻ってもって感じするよな。とりあえずこの感じ。その姿は家の間の影に滑り込んでしまって追いかけることはしない。え、なんか見えました？皆さん。え、俺は全く気づかなかったんだけど、なんかいた？ひょっとしてなんかいたのかな。あ、窓にもなんか映ったって言ってたもんな。窓は死んだ目のように私を見つめる。あんたの妄想じゃないのそれ。オタクの妄想でしょそれ。多分そう、なんか恐怖心でそう見えてるだけだよ多分。気のせいだ。あー、メッセージは物語る。このメッセージは読めない。ただ不吉なことがありそうだ。予感させるねー。これは予感させるよ。待ってるよ。でも偉いよねこの子。彼氏を探すためとはいえこんなさ、やばそうな雰囲気の場所に一人単身乗り込むんだから、今から。ドンパチ追っ始めようってんだ。巨大な木製の扉が道を塞いでる。はい。なんだ、これ。なんか仕掛けっぽい。ドアに耳を押し当て目を閉じた。
歯がかすれる音が私を招き入る柔らかい声のようだった。ここ入ったら終わりじゃねえの？とりあえずやってみるか。ん？なんだこれ。とりあえず回してみましょうか、いろいろ。ん？線にもなるね。つなげていけばいいのか？はい。なんかいろいろつながってきたな。あ、これ全部つなげろみたいなことか。ってことは。ぽいのできた。もうちょっとでできそうじゃねえ、これ。これ、こうでしょ、多分。違うかな。で、ここを。あ、でもなんとなくわかったぞ。ここで、これでつながるでしょ。ほら。あ、手紙のマークみたいになったよ。おお！開きました。小さい頃に暗い杉の森で隠れて遊んだことを思い出す。それ以来私はあらゆる木の幹の裏に隠れている人を想像していた。そうでしょ？お前妄想してたんだよ、きっと。見えないもん、幽霊とか。私は彼らを見ることができないが、彼らが見ていることを知っていた。あー！なんか、幽霊は見えないけど、感じてはいたみたいなことか。本当に何かを感じてはいるんだな、この子。なんか神秘的な場所だね、これは。へぇ。ちょっと、そんなにまっすぐ、まっすぐそのまま進まないで。一旦止まってどっかで、途中で止まり涙を浮かべる。彼らの視線が私の首に重くのしかかる。木々の間で、ん？囁く？彼らの声が聞こえる。彼らは私について何も知らない。誰が正しい判事をできるのだろう。嫌な予感。大丈夫これ。引き返せないか。もう。進むしかないか。え、これ嫌な予感しないみんな。あ！いたいた！今見えちゃったわ。あの影が見えてたってことか。鳥居の前に立つと彼の言葉を思い出す。彼氏か？これは別の世界への扉だ。そこはどんな感じなんだろう。そこはもっといい世界だと思うか。ああ、彼氏はそれに巻き込まれたってことなのか。いや、もう何もできなさそうだ。あ、ああ、でも進んじゃった。大丈夫？最後に空虚を見つけるだけだろう。はい？あ、神社がある。お地蔵さんがあります。うわうわ、なんかいるよね。階段を登り、鳥居のトンネルを通りかける。え、なんか浮いてんだけど。この、かわいいけど、かわいい幽霊が見えます。私は今、反対側にいる。安堵のため息が出る。ああ、知ってるマークが出てきたからってことかな。これ、調べられない？鬼火はあちこちに浮かんでぼんやりとした形をしてる。これ、俺見えちゃってるな。巨大な墓地が前に広がっていて、鋭利な岩や、水山な木が茂っている。やばそう。これも、あとは、こことか、調べられんな。ん？あ、ここと、お！大きな空を見上げる。純粋の夜が私の感覚を満たしていく。なんかすごい、神秘的な場所だね。ジブリみたい。僕も帰る。ちょっと待って！まっすぐ行かないで。足取りはより自信を増し、恐れは弱くなる。近づいているように感じる。いや、お前が自ら近づいてってんだろ。近づいてるようには感じねえよ。お前が自ら言ってるだけ。なんか出てきた。似つかわしくないぞ、この場所に。お前らは悪霊だろ。なにこれ。私を見つめてくる。目、目、目。これか、彼女が言ってた見られてるって言ってたやつ。マジの目ん玉じゃん。どうやって彼らの手の届かないところに逃げ出そう。え、一旦引き返した方がよくね、これ。携帯とかは？なんもなさそうだな。彼氏に会いたいだけなんだけどな。わい、彼氏に会いたいだけなのである。お！え？巨大な顔が私に向けて奇妙な笑みを浮かべている。千と千尋のなんか、あの、でっかい顔みたい。もし近づくと、飲み込まれるのではないかと恐ろしい。いや、なんか、怖いね、これ。すっげえ。
よくお面であるやつじゃん。あ、メッセージ来た。何？彼氏？これ？もしかして。いや、似つかない。彼氏がこれに変わってしまったみたいなことない？あ、これ？同じ言葉が繰り返す。お上がり？お上がり、お上がり、お上がり！ガリ、お上がり、お上がり。ガリ！ガリ！お。はい。なんだ？他には。ああ、これは違うわ。ちょっと世界観ぶっ壊れるから。続けて。これでも、なんか。リ？え？リア。リアが。リア顔？あ、リア顔。あー！リア顔を組み替えて、お、あー、が、りにすればいいんじゃないの？おー！こわっ！なーにあいつ？あ、でも消えたぞ。あいつにお上がり言えばよかったっていうゲーム？これ。結局彼氏見つけられなかったけど大丈夫？そんな意気揚々と歩いてるみたいだけど、少女よ。道は空の景色の端に消える。もちろんそれはあまりにも現実をかけ離れてる。もうお家に帰る力がない。すべての希望がなくなっていく。え？お家に帰る気力なかったらやばいから、とりあえずお家には帰ってくれ。ここで？ここで？ここで？何ここでって。え？また来た。え？何ここで何？ずっと、やっべ嫌な予感。シャットダウンしようかな。ずっと、え？何？あ、またメッセージ来た。え？何何ここでずっと、待っていた。あ、彼氏じゃね？いるんじゃないの？ここら辺に。あ、誰？ささやきが止まり目をそらす。なんだなんだ、すごい。すごい。ノイズがすごい。私たちはもう一人だ。私たち？一緒に。やばいやばい。固唾を飲む。心が空転する。すごいすごい。近づ、え？話したができない。これ彼氏か？ひょっとして。うわぁ。彼の手は冷たい。だけどそれま、問題じゃない。私は幸せ。彼氏はもうなんか異形のものに飲み込まれちゃったみたいなことかな。これは私の人生の中で最も美しい一日だ。うわぁ、なんだろう。あー。すげー独特な終わり方だ。はい、ということでですね、ユーロステーションでした。なんかあれだね、この叶わない恋というか、多分俺の適当な考察によりますと、彼氏が多分学生時代にもう死んじゃってて、彼氏は異形のものになって、まあ、彼女を連れて行っちゃったのではないかっていう感じだと思います。ちょっとね、なんか怖いというより、そっかっていう感じですね。ってことで、見てくれた皆さんありがとうございました。ユーロステーションですね。しかしこれを2日間で作ったとは、なかなかのクオリティの高いゲームなのではないでしょうか。彼女もあの山の一部になっちゃっ、なんか置いてあるよ。なんか置いてあるね。なんだ？これ何？宣伝。